石井隆史は、日本の男性作家、YouTuber、心シンデレラ代表、愛知県名古屋市出身、慶応義塾大学経済学部卒業。二児の父親、身長170センチ、血液型は O 型。占い師としての名義は、アルフォンス石井、元アナウンサーでもある。2020年現在累計86冊、200万部を突破する。 ベストセラー作家であり、主な著書には、本当に、頭が良くなる1分間勉強法シリーズがある。また、セミナーなどを開催し、一冊を1分で読めるようになる1分間、勉強法や、占い方法などを伝授している。愛知県名古屋市に生まれる、慶応義塾大学経済学部を卒業後、1997年から2002年3月まで、新越放送に、 アナウンサーとして勤務した。新越放送を退社した後、2003年に株式、会社心シンデレラを設立し、自己啓発に関する図書の執筆やセミナーの開催、女子アナ内定学園と称するアナウンススクール等の事業を行っている。2009年、本当に頭が良くなる1分間勉強法が54万部を突破し、年間ベストセラー1位を獲得。占い、 スピリチュアルの分野にも造形が深く、関連著書も多数出版している。2015年、自身の YouTube チャンネルを立ち上げる。2020年現在は、新型コロナウイルスや地震予知、第三次世界大戦などに関する独自の予測、教育系の動画を多く投稿している。ありがとうございます。